ある日、とある町に住む男、鈴木さんがいました。彼はとても勤勉で、非厳しい状況でも耐え忍ぶ低所得世帯の一員でした。鈴木さんはある日、新聞を見て驚きました。そこには低所得世帯へ3万円給付滞納での差し押さえ禁止サインで、成立との見出しが、鈴木さんは喜びました。 この3万円で少しは生活が楽になる。しかし、鈴木さんの頭の中には一つの考えが浮かびました。それは、このお金を使って何か面白いことをしたいというものでした。彼は子供の頃から笑いのセンスがあり、人を笑わせることが好きでした。だからこそ、鈴木さんはこの3万円を使って街の皆さんを笑わせる計画を練ることにしました。鈴木さんはまず、一部のお金を使って笑いを引き出すためのアイテムを購入しました。 それは、大きな赤い花と、足元につける大きな靴、そして、長いマフラーでした。そう、鈴木さんは、道化師のコスチュームを手に入れました。そして次に、彼は町の公園で開催するための許可を取り、一部のお金を使って、パンフレットを作成しました。そして、町の人に、笑いの時間と題した賞を告知しました。当日、公園には多くの人が集まりました。老若男女が、一堂に会し、みんな楽しみにしていました。 そして、ついに鈴木さんが登場しました。彼の奇抜な姿に、会場からはすでに笑いが起こりました。鈴木さんは、自分で考えたジョークを話し、みんなを笑わせました。また、マフラーを使って滑稽な動きを見せ、大きな赤い鼻を押すと、音が鳴る仕掛けを見せ、さらには、大きな靴で転んだふりをして、みんなを楽しませました。そして、ショーの最後に、鈴木さんは一つの宝箱を持ってきました。最後に、私から皆さんへのプレゼントですと言いました。 そして、宝箱を開けると、中には、たくさんの三万円札が、鈴木さんは、にっこりと笑い。い、これが、今回の三万円給付金の残りです。私が笑いを提供することで、皆さんが楽しみ、私自身も楽しむことができました。でも、笑いを提供すること以上に大事なことがあります。それはと言って、彼は大声で言いました。差し押さえ禁止です。これはあくまで私のお金、だからこそ、笑いに使いました。 だから、どなた様も、無理なお金の要求はしないでくださいね。鈴木さんの言葉に、会場は一瞬、静まり返りました。そして、次の瞬間、皆が大爆笑しました。それは、鈴木さんのジョークだったのです。そして、その日、鈴木さんは、町の英雄となり、その日以降、町の人は、笑いと幸せにあふれる日を過ごすことができました。